どうもこんにちは、とっかくんです。本日はマヨネーズでランプを作る第2弾、はい、ということでございまして、前回ね、実験だからね、つかなかったな。ちょっと前回はつかなかった、硬かったですよ、うん、ちょっとね、こう吸い上げにね、力がね、あ、見てない方、前回ね、マヨネーズでランプを作る、まず見てください、割と結構ね、行き当たりばったりって言われてるんですよ。行き当たりばったりって言われてる。リアリティですよ、リアリティ。全部成功だとね、はい、やらせっぽいからね。あの紹介の時はね、絶対成功しますからね。あ、そうです、ね、実験の時はもちろんね、分かんないですもんね、そうそうそう、僕たちも、はい、そのハラハラがいいですね。ハラハラ、今日もね、味わっていただきたい、はい、ということで、前ちらっと言ってました、マヨネーズを、なんちゃらしたらいいんじゃないかな、用意しました。こちら、ドドーン、お分離マヨネーズを、ご用意させていただきました。こんななんの？普通のマヨネーズがおよそ、まあ、200円ですよね、まあまあ、これは分離マヨネーズっていうのはね、佐藤さん知らないですか？知らないですよ、初めて見ました。あ、本当ですか、あの高級イタリア料理店に行って分離マヨネーズくださいってこうメニュー載ってないけど言うのよ、そうすると1万200円ぐらいでこれが出てくるから。本当？嘘。あ、嘘か、あ、危ねえ。知らねえと何でも買うだろ。危ねえ危ねえ、マジか、ありえ、イタリア料理の光景ってありえるなっていうメニュー載ってねえのな。じゃあ俺めっちゃこれ製造するわと思ったもん、ね、これが本物のマヨネーズですって言ったら信じそうでしょ。信じる信じる。これは急激なね、温度変化でなります、はい、一回凍ったりとか、あとめちゃめちゃあったかいところに置くとか。マヨネーズで火つけるなんてことありますかね。サラダ油で、ランプを作るっていう時は方法あるんですよ、それをサラダ油ねえなってなった時に、防災時ね、あ、はいはい、サバイバル時とは違うね、サバイバル時にこれあんのかって話だから、防災時、防災時は例えばリュックにいろいろ備蓄してました、で食べ物はあると、ただ、明かりがねえ、明かり大事だね、電池がねえとか、で明かりをどうしようって言ったら、いや食べ物はまあ余ってるしなっていう時に、マヨネーズ、あ、やばい、ごめんなさい、古いマヨネーズこうなってたわ、あ、古くてもなるんですね、の場合、じゃあもうこれさ、明かりに投資しましょう。ここはもう酢と油なんで、酢がどんだけ邪魔するかですよね。あ、なるほどね。お腹が大丈夫な時にだよ、お腹減ったよ、死にそうだよ、待ってろ、ば、やったマヨネーズ明かりにするから多分ね、ぶん殴られますからね貴重なカロリー源だからな、これは説明必要ないですよね、はい、はい、投入させていただきます。ちなみにこれはい、ちょっと買ったんですよ珍しい。いやー予算がねうるせえ。芯、そして今回油、ツルンツルンなんで、芯を支えるアルミを作りました。じゃないとね、ブワっていくんでね、うちがね、今日はね、経費かかっちゃうんで、燃えちゃうと300万でしょ。じゃあ豆乳用意。豆乳用意。豆乳、豆乳、どんな感じなんだこれ、はい、おー、すげえ、サラッサラです。完全に。で、ちょっとかけてね、サラダ油の時も一緒ですが、芯にかかるようにと、チラチラチラーと、まあ、いけるところまでいきましょうか、浸るぐらいね。あ、酸っぱいな、あ、やばい、この、あ、ツンときますわ。あ、今住みようね、酢の匂いでくしゃみきてるよやばい、出にくるこれはい、分離してる上の部分を使いたいと思います。マヨネーズ、うわー、目にくる、タップタップです。さあ早速ね、ちょっとですね、周り横から、入れすぎて漏れてきたんでシャッカーシャドウます。チャッカ用意、チャッカ用意、チャッカ、チャッカ、ボワー、これ2回目だからね、2回目なんですよね、これつくでしょ、これはもちろん、もうついてほしい、邪魔してるのは巣なんじゃないかなと。どうだ、どうなんだ、お、行ったでしょ、おー、行きました、お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 、これは、お、あれですよ、だいぶいい、時間ですよ、あとは、これはいいですね、芯が結構ね、ちょっとしばらく様子見ます、うん、でしょ、あ、ちょっとね、黒い煙が出ます、はい過去にね、稽古になったんですよ、はい、ちょっと怖いです、もう2分ほどついておりますということで、間違いなく、マヨネーズランプ成功しておりました。はい、マヨネーズ（分離した）ね。そこ大事、そこ大事。これは使えるんじゃないでしょうか、わかんないですけど。もしあったらね、やってみてはいかがでしょうか。はい、分離したって捨てないでね。はい。ということですね。はい。あと5分ほど私喋りたいと思います。もう消していい。サラダ油という感じで使えるので、分離した場合はね、はい、使えるんじゃないでしょうか。はい。はい、ではね、これは僕はね、これをね、上はランプ、下はサラダに。使うのかな、なんでちょっと謎々風なんだよそれじゃあまた。